ここが四天王寺の約束の地？早速呪術調査をしてみないと。え？異界を渡ってきたのに異様なほど冷静だって？私は水橋パルシー、人呼んで妖怪巫女。これくらいの霊的異常現象、不思議のうちには入らない。我ら百鬼夜行がどれだけの長旅を続けてきたか、人間のあなたにはわからないでしょうね。水は木を生じ、木は火を生ず。故に我は壁岩なり。水気よ、風雷を帯び、嫉妬の炎を立ち上らせよ。嫉妬、緑色の目をした見えない怪物。地の底の恨み積もりし亡者ども、お前たちの話に耳を傾けよう。顔を上げ、我がかがり火を見よ。これが鬼の世の希望である。恨み念法、石炎返し。雨の太陽が妬ましい。鬼の世は新たな日輪を欲している。百鬼夜行完遂の暁には緑のかがり火が空に灯るであろう。妖怪巫女の嫉妬深いかがり火。ごめんなさい、きつく言うつもりはなかったの。ここのことを知りたいから話し相手になってもらえる？ぜひお願いするわ。